スーツに身を包んだ若い男。彼には一つ秘密があります。バスルームのトイレの前に立った彼は冷たい水で顔を洗い、ある一言を言いました。横に誰かいるわけでもなく、完全に一人なのに不安そうな表情ですね。自分の頬を叩き、鏡を覗き込んで言ったその一言とは、大丈夫だ、俺たちならやれる、ずっと一緒にやってきたじゃないか。俺たち、彼は確かにそう言いました。二重人格？いいえ違います。誰かと通話をしていたわけでもない。彼が俺たちと言った理由は、彼がある秘密を知ってしまったから。彼の体はその全てが人間だというわけではなく、無数の生命の集合体なのです。そう、実は彼もあなたも、地球上に生きるありとあらゆる人間も、皆さんが考えているような存在じゃなかったりするんです。人体のうち体細胞が占めている割合は 43%、 残りの 57% は細菌や微生物なんです。というわけで、その秘密を知るべく、先ほどの彼に協力してもらいましょう。では皆さん、体重計に乗って、数字が出ましたか？そこから半分より少し多いくらいの重さを引きます。これがあなたの本来の体重。残りは全部微生物です。いやー、信じがたいですよね。何せそうだとしたら、皆さんの体はスライムのように形を変えてしまうはずなんですから。ほらほら、皮膚が波打ったり形を変えたりなんて。実際にこのようなことが起こらない理由は2つあります。まず1つ目、微生物は小さいため、それらが動いたとしても目で見てわかる違いは起こりません。そして2つ目、この微生物の大部分は外から見えない体内に存在しています。そこは暗く、酸素もありません。例えば腸の中にはそのような微生物が多く住んでいます。ちょっと満員気味な感じもしますね。その微生物の一部は私たちが生まれる前から存在していますが、ほとんどは食べ物や水などに乗って私たちの体内にやってきます。体の表面の微生物は環境からもたらされたもの。皮膚の底かしこは微生物だらけなんですよ。ちなみにこの微生物はどれほど頑張っても根絶することはできません。微生物の数は体細胞よりも多く、また人の遺伝子が2万であるのに対し、体内の微生物の遺伝子を合計すると200万から1000億になると言われています。でも大丈夫、微生物の遺伝子は微生物の問題。むしろそれだけの遺伝子が体内にあるということは、医学的に見ると大きなメリットになるんです。体内の微生物には細菌や真菌などあらゆる種類のものが含まれています。それぞれは別々の種類に分類することができ、それぞれには固有の役割があります。例えばビタミンを食べ物から取り出す仕事を担っている菌もいれば、危険な物質の分解を助けるものも、他には消化を助ける微生物や病気や寄生虫、ウイルスと戦うことで免疫系を助けてくれるものもいます。体重のバランスをとっているものもいるんですよ。つまり体の中の微生物は皆さんが生きる助けになっているんです。体の機能や健康を維持してくれているんですね。と同時に、様々な病気の原因になる微生物もいます。このような微生物は免疫系や主要臓器にダメージを与えるのです。体調が悪くなり診察をすると、病気を引き起こしている細菌が特定されます。次にはその特定の細菌にとって毒となる薬を飲んで、それらを体内から除去するわけです。病気の原因としてもう一つ挙げられるのが善玉菌の減少。善玉菌を助けるという形の治療法も世界中で行われています。例えば筋肉を強くする細菌がいたとしましょう。そしたらどのような物質を与えるとこのような細菌が活発化するかを調べます。それが例えばビタミン剤であれば、それを食事に加えたり、あるいはその細菌を錠剤として体内に投与します。その結果、筋肉が2倍の速度で増えるという結果が得られます。悪玉菌が増えたり善玉菌が減ったりすると体の状態は変わります。
そのため体内の細菌のサンプルを取ると健康状態や病気の存在の特定が可能になるのです。体の機能を向上させるのに遺伝子操作などは必要なく、微生物をコントロールするだけで十分。この医療分野は現在世界中で発展途上にあります。しかしすでに様々な発見が得られています。かつて人類は微生物すべてを敵だと考えていました。そのため微生物やウイルスを殺すための様々な方法が編み出されたのです。しかしこの手法は危害を加える微生物を体に優しい微生物もろとも殺していました。人体にとって利益のある微生物も存在するということが分かった今、より大きな視点でその分野が研究されているのです。例えばジャイアントパンダ。ジャイアントパンダは皮下脂肪を多く蓄える雑食の動物です。その食事にはベリー類やタケノコなどが多く含まれます。しかし冬場にはこれらの食物がないため、笹の葉を食べてしのぎます。笹の葉にはカロリーが多く含まれておらず、またタンパク質がほとんどありません。それでも冬を越したパンダの体重は減らないのです。最近になりその理由が明らかになりました。これはとある微生物の存在でした。毎年冬になるとパンダの腸内で特定の微生物が増えます。この微生物は笹の葉から物質を取り出し、養分を合成することができます。そのためパンダは体重を減らすことがないのです。この微生物をネズミの体内に入れたところ、その小さなネズミはみるみるうちに太っていきました。人間世界で見るとハンバーガーやケーキ、その他のカロリー豊富な食品には体重増加を引き起こす微生物を増やす効果があります。何百万という微生物がいる中、それぞれにはやはり何百万通りもの機能があり、それを利用するのがこの理論の考え方なのです。体重を減らしたいと思った時に、ただ微生物をランチとともに摂取すれば良いとなったら、不眠と戦いたい時も睡眠ホルモンの生成に関わる微生物を飲めば良いとしたら、骨を強くしたい？問題ありません。微生物は体内のみならずそこら中にあふれています。地球の一部が全て微生物で作られているということもあります。常に数を増やし続けていますからね。ほら、皆さんのキーボードには何兆個いるんでしょう。微生物は一つが大きくなり、それが二つに分裂することで数を増やします。数分後にはそれがさらに分かれて四つになります。こうして微生物は爆発的に増えていきます。これほど素早い複製を行う微生物は1トンの複製を作るのに24時間しかかからないというケースすらあります。5日もすれば微生物は海を埋め尽くします。理想的な条件が揃えば地球を埋め尽くしてしまうことでしょう。もちろんそんな SF みたいなことは起こりません。特定の微生物が暴走するような理想的な環境というものは生まれることがないためです。そもそも微生物は爆発的に増殖をする一方、同じくらいのスピードで死滅していきます。湿度や光、温度、気体など全ての要素が絡み合うことでその環境は作られていくのです。同時に微生物は地球上の化学反応のほぼ全てを担っています。地面に落ちた古いリンゴが腐るのは細菌のおかげ、パンにカビが生えるのも微生物の作用です。しかしそれらの微生物もただその場所で他の有機物を消費しているだけではありません。顕微鏡を通した世界では熾烈な生存競争が繰り広げられているのです。巨大な細菌は小さなものを食べますし、トゲがある微生物は体の長い微生物を倒します。また細菌の中に入り込んで感染させるウイルスというものも存在します。少量のウイルスがいるだけで微生物のコロニーが破壊されるということもあるのです。増殖したウイルスはさらに多くの範囲を支配していき、免疫細胞などに出会うまで暴れ回ります。見た目がまるでロボットのような微生物も存在しており、それは宝石に機械の足がついたような形をしています。このような姿をしていながら 100% 天然由来のこの微生物はバクテリオファージと呼ばれています。その目的はただ一つ、全ての微生物を破壊すること。
バクテリオファージは地球上の微生物の数に歯止めをかける役割を持っています。例えば体内で特定の微生物が増えすぎると人間にとって有害な排泄物がたまります。バクテリオファージはこのような微生物と戦って人体を守ってくれるのです。しかもバクテリオファージは自分自身が地球を破壊しようとはしません。ただ微生物を攻撃するだけなのです。こうしている今もミクロの世界では毎秒何億という戦いが繰り広げられています。まるでビデオゲームですね。バクテリオファージが微生物に飛びついて遺伝子情報を注入。そのコードは複数に分かれていて、それが微生物の中で一つになり新しいバクテリオファージを生み出します。そして内側からその微生物を破壊して次を狙うのです。指先をよく見てみればそこにも無数の命が生きています。そこでは強者が生き残り、弱者は姿を消します。水で洗っても水から新しい微生物がやってきます。タオルで拭けばそこについていた細菌が。こうして新たな戦いが始まるのです。あなたの指の上で起こる戦争、体内でもあなたの健康をかけて善玉菌と悪玉菌が戦っています。腸内菌は人の気分を左右するとも言われています。脳に寄生して考え方や感情をコントロールする細菌もいるのだと言われています。動物や虫の行動を支配してしまうものもいます。科学の世界では日進月歩で微生物の世界の研究が進んでいます。微生物は人類や最初の動物よりもずっと昔から地球にいた存在。きっと人類が滅んだ後でも残り続けるものでしょう。それってすごいことだと思いませんか？